岩国市平谷建設予定の県立武道館は2階建てで柔道・剣道なら6面、ハンドボールなら2面が取れる主道場それに小道場と球道場が整備される予定です現在の岩国市総合体育館に隣接するため県は全国規模の大会が開催できるとしています今日の県議会産業観光委員会で執行部は 3年前の基本計画で60億円としていた事業費が資材高騰により80億円に増額する見込みを示しました事業費はすべてアメリカ軍岩国基地に関連する国からの県交付金が使われます2028年4月の供用開始に向け来年度新築工事が始まる見通しですが 事業費について県はさらなる増額も予想されるとしています。